今日はですね、小春日和と言ってよいんでしょうね。11月の半ばですし、今名古屋におりますけれども、まあ、非常に穏やかで風もなく、ポコポコと、まあ、太陽が光っておりまして、先ほどちょっと日向ぼっこを、コロナに対して戦うために日向ぼっこをしてビタミン D を増やしたところでありますが、今日は子供に教える日本の誇りということで、今までの日本の誇りの原点、日本人の誇りの原点の続きなんですが、ちょっと違う面からですね、日本を見てみようと。やはり子供はですね、親、それからおばあちゃん、おじいちゃん、先祖が尊敬できなければうまく育たないんですよね。やっぱり人間は苦しいことが何回も人生であるんですが、その時に、よし、俺は立派なおじいちゃんおばあちゃんのところ子孫なんだから頑張ろうっていう、そういう気がないとですね、なかなか人間っていうのは頑張っていけないんですね。理性的に やるっていうことは、まあ、かなり大きくなってからということなんですね。まあ、そういう点で子供に教える日本の誇り1、平和国家日本。まあ日本はですね、世界で、戦争した数といったらですね、日本のぐらい強い国ではですね、まれに見る少なさなんですね。弱い国ってのは大体あんまり戦争しないんですね。戦争すると、負けちゃいますからね、殺されちゃいますから。だから人間というのは強いということはいいことかどうかはっきりしませんね。どうしても強いと、戦争をしたがるという傾向に人間はあるんですね。人間というのは本当にダメなもんで、自分が負けて死ぬと思うと戦争しないし、自分が強くて勝つと思うと戦争すると、結局戦争するかしないかはただ自分勝手の結果なんだということも言えるわけですね。日本はアジアでは最も強かったんですね。一般的には中国、シナですね、シナが強かったと言われることがあるんですが、シナは膨張主義なんで力がつくと外に侵略するんですね。ですから強いように見えるんです。ところが日本はですね、平和国家なんでどんなに強くても外に進出しないんですね。でだから日本は強いか弱いか分からないんですよ、戦争しないから。それは2つのことが示しておりまして、1つは鎖国ですね。1600年ぐらい、世界中にヨーロッパが攻めてくるんですよ。軍艦で攻めてくるわけですね。だから大きなインドでも、インドネシアもフィリピンも残念ながら戦って敗れ、全部鎖国、植民地になっちゃうんですね。ところが日本はものすごく強かったんですよ。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康なんていう3人はですね、おそらく世界で一番強かったんでしょうね。日本にある鉄砲の、その当時の種子島、鉄砲の数ですね、これもいろんな説があるんですが、ヨーロッパ全部と同じ銃の数とも言われてるぐらい強かったんですね。だいたいアジアの他の国はですね、ヨーロッパから軍艦が3隻、軍艦だって帆掛け船っていうか帆船ですよ、帆船が3隻来たぐらいで、捕らえちゃうんですね、国が捕らえちゃうんですよ。ところが日本のはですね、ものすごい強いですから、ヨーロッパのその頃の強い国が1カ国全部取り掛かってきても日本は大丈夫なんですよ。だから結局どこの国も追い払ってしまって鎖国したわけですね。長崎の出島にオランダだけいいよと、入ってきてもいいよということになったわけですね。これはね、学校の時にもう少しちゃんと教えんといかんのですよ。学校の中学校高等学校の歴史の先生が、ね、気弱だからですね、日本は鎖国して文明から遠ざかったなんて逆の教え方してますが、普通は鎖国ができなかったわけです。力ずくで占領されちゃうんですね。だからインドだって鎖国したかったし、インドネシアだって鎖国したかったんですよ。だって暴虐無人のことをやられるわけだから、それは独立したかったんですけども、鎖国だっつったらよっぽど力がないと鎖国っていうのはできないわけですね。それをしたと。それから、明治の初めに、それでも軍艦、ペリーの軍艦が来たりして無理やり、国を開いたわけですが、その時でもですね、ずっと独立してたんですよ。ずっと日本は独立ですね。日本が独立してなかったのは大東亜戦争でアメリカに占領された 4,5 年だけであってですね、
あとは全部独立しました。これは強いということを示してますね。ただこの日本の強さは、シナのように中国のようにですね、外に出て占領するモンゴルとか、まあ、みんなそうですね。他の国は強いと外に出たがるんですよ。ところが日本はたった3回なんですよね。外国と戦ったのはたった3回。白スキネの戦いですね。つまりアジア人と戦ったことですよ。白人と戦ったのはこれちょっと違いますから。白人がこちらこちら遠くからやってきたからしょうがないから戦ったっていうのと、アジア人同士で戦ったっていうのはですね、白月の絵の戦いで、朝鮮半島と戦い、現行ですね、モンゴルが襲来したんで、モンゴルと高麗の連合軍と戦い、それから日清戦争で戦ったと。この3回が日本がアジアと戦った戦争なんですよ。日中戦争があるじゃないかって反論するんですけど、それは中国が白人側についたのでそういうことになったっていうこと、白い日本人、中国人ですから、これはまあ別ですね。それから、これは全世界的に見たらどうかっていうと、ものすごく少ないんですよ。イギリスとフランスの間の戦争だけで20回あるんですね、大体。最初は1300年代に100年戦争っていうのがあって、確か1330年ぐらいから1430年ぐらいまで100年間戦争してるんだ。だからこれを何回かに分ければもっと増えるんですけどね。それからもちろんイギリスがそのフランスの間じゃない戦争ってのはいくらでもありますから、もう山ほどあるんですよ。だからまあどうしても島国と大陸側っていうのは 何かと利害関係が違うんで戦争になるんですけど、まあ、日本が3回しか戦争しない。白月の絵とそれから蒙古襲来と、蒙古襲来はまあ無理やり向こうが来たからしょうがないから戦ったわけですから、まあ、その意味では本当の戦争っつったら、白月の絵とそれから、日清戦争の2回なんでしょうね。何しろ日本はものすごく力が強かったので、フィリピンにも占領しない、台湾も行かない、インドネシアも行かなかったんですよ。日本は海洋国家ですからね、海の方はいくらでも行くはずなんですけど行かないんですよ。北の方も行かないですね。カラフトにも間宮林蔵が行ったのが最初で、全然行かないんですね。こんなに世界でこんなに強い国で、日本みたいに強い国で外国に侵略に出なかったっていうのはもう日本だけなんですよ。ほとんど日本だけですね。弱い国はまあしょうがないからじっとしてるんですけど、強い国で、出ない。これはなぜかって言いますとね、私の考えでは、インドの南の方からインドシナ、マレー半島、インドネシア、インドシナ、フィリピンあたりを回ってきた我々の祖先というのはですね、平和的なんですよ。自分でやる主義なんですね。何でも自分でやるんですね。人にやらせてその上がりで食べていくってことはしないんですね。これをやるのは例えば中国、シナ人ですね。これはもうなんとか今でもそうですよ。東南アジアに出てってシナ人が東南アジア人を支配してそこに働かせて、自分だけが自分は遊んで暮らしていける。もちろんヨーロッパそうですね。まあ、ヨーロッパの文化とか哲学、音楽、絵画なんて僕好きなんですけど、実はちょっといつも心に引っかかるのがあるのがですね、彼らの絵画とか音楽、非常に美しいそういうものはですね、アジア、アフリカ人の血の上で成り立ってたっていうことなんですね。だその意味では日本の美術とか音楽っていうのはですね、自分で農業をやりながらやったわけですから、それはもう価値が違いますね。日本人は常に自分でやるっていう主義なんですよ。だからまあ階級制もないですしね、会社なんかでも全然違います。私もまあ会社の技術系だったんですけども、日本人は、技術の一番偉い人から現場の技術者までですね、心を一つにして一生懸命やるんですよ。ところがアメリカなんか行きますとね、ドクターだけ出てきなさいとか言われてですねで2階級はっきりあるんですね。だから現場で働く人と、だから遊んでる人、計画なんかして遊んでる人の2種類がいるんですよ。まあこれは本当に日本の特徴なんですね。まあ、東南アジアに、まあ、日本のサラリーマンが家族で行くと、普通メイドがつくんですけども、フィリピン人のメイドとかインドネシア人のメイドがつくんですが、メイドがすぐ辞めちゃうんですね。なぜかったら日本人がこき使うわけじゃないんですよ。逆なんですよ。日本人の奥さんはトイレ掃除か何から全部自分でやっちゃうんですね。仕事がないっすって辞めちゃうんですね。
日本人の奥さんはですね、女性はもうすごく優しいですからね、フィリピン人のメイドを雇ってもですね、それを家のことをやってもらうのが悪いんで、悪いって言うんですよね、私がやりますと、まあ、いうことですね。まあ本当珍しい国でした。この平和日本、過去の戦争が極めて少ない日本をですね、戦争とか軍事国家とか侵略したとかいうのは全部文化人なんですよ。日本の文化人ですね。その文化人がそういう気持ちになるとある程度わかるんですね。文化人側に立ってみればっていうのは、文化人というのはどっちかといったら国境がないんですよね。日本人という意識が非常に少ないんです。つまりそれは自分が力があるんで、まあ、アメリカでも暮らしていけるし、結構文化人とか俳優とかそういう人、学者とかでですね、フランスとかアメリカとかに住んでる人っているんですけど、それどうしてかあったら、そういうところで住めるだけの力があるんですね。ですからいい面としては世界人なんですよ。悪い面としては愛国心がなくて日本のことを悪く言うんですね。日本のことを悪く思ってるから外国に住むとも言えるんですね。だからまあその文化人というのが力があるから外国に住む。そして日本人を見るとちょっと、白人なんかが目が少し黒かったりですね。僕はいいと思うんですけどね。まあ、そういうのが嫌だっていうのが多いんですよ、文化人は。それで金髪でね、青い目の方がいいと。いや僕なんかそう思いませんけどね、青い目っていうのはあれ色素不足ですからね、どっちかっていうと。まあそれはいいんですけど、まあそういうことで、日本の子供たちがですね、日本が世界に稀な平和国家であるってことを知らないんですよ。だからこれはもう絶対に教えてあげないとですね、日本の子供の将来に良くないと思いまして、子供に教える日本の誇り第1番、日本は平和国家だったと、まあ、いうことを整理してみました。